新日本プロレスのアメリカ大会ニュージャパンストロングがついに日本にやってきた。ポストマッチザ・ DKC VS バッドニュード・ティトセカンドマッチストロングで猛威を振るうチームフィル CEO 緊急迎撃日米連合軍ジョレル・ネルソン、ロイス・アイザックス、JR クレイトス VS 大岩良平、アレックス・ゼイン、ランス・アーチャーサードマッチチームフィルシーのリーダーに挑むのは TMDK の若獅子藤田浩生 VS トム・ローラー。フォースマッチ明日 7.5 ストロング無差別級タイトルマッチで激突する両雄前夜の前哨戦。ロッキー・ロメロエディ・キングストン VS ゲドー・キンター。フェイスマッチ初代ストロング女子王者ウィロー・ナイチンゲールに挑むやめんな。スターダムのジュリアがタッグで激突。テクラ・ジュリア VS 交互桃ウィロー・ナイチンゲール。ストロング無差別級タッグ選手権試合。2 days in a two title matches. Wanna do it twice? Say less. アレックス・コグリンとゲイブレルキッド。突如バレットクラブオードックスと化し、牙を剥いたゲイブキッド、アレックス・コグリン。IWGP タッグストロング無差別級タッグ2冠王者組。素晴らしい。吉橋後藤博之のビシャモンと因縁勃発。タッグのベルト2回に分けてやってるだろうだろ。血と王座に飢えた猛犬たち、戦いの神々に連夜襲いかかる。セミファイナル IWGP ジュニアタッグ選手権試合。 6.4 大阪城ホールで王座を奪還したフランシスコ・アキラ TJP のキャッチ2-2。そこへバレットクラブのクラーク・コナーズ、そしてまさかのダンモロニー改めドリラモロニー、仁義なき王座挑戦。With a man done, catch 2-2 is dead. And you want this? Look us eye to eye and take it. 裏切り者には制裁を、帝国の掟を骨の髄まで叩き込んでやる。エキサイティングエンカウンター、刺激的な遭遇、ドゥームズデイノーディー級マッチ。再び後楽園ホールに襲来、デスライダージョン・モクスリー。アメリカプロレス界のレジェンド、ホミサイドのヤバすぎる超デンジャラスタッグを迎え撃つのは、新日本プロレスの歴史を狂わせるつもりでリングに上がるからよ。刺激的に行こうぜ。クレイジーモンキー葛西純、エル・デスペラードの超刺激的タッグが激突。敗者も勝者もただでは済まない、何でもありのノーディー級マッチ。生きて明日を迎えられるのは果たして。ビッグプレゼンツニュージャパンストロングインディペンデンスデー。